ご注意ください。高橋行き発車します。次は清水山外科小児科小学科胃大腸内視鏡検査の31回ファミリーチーム入り口でございます。Thank you.
野台1丁目でございます。女性の方にも好評、1000円カット、カットサロンゆめこすは先頭の赤いのぼりが目印、おいでの方は高根木戸駅でお降りください。ありがとうを伝える時間、株式会社セレブ、ここだけの家族葬ホール。このバスは芝山団地入口経由、船橋駅行きです。踏切通過いたします。入れますのでご注意ください。から出口をお進みください。車内道は大変危険です。ご遠慮ください。お降りの方はバスが停留所に止まってから出口にお進みください。出口は前扉です。お乗車ありがとうございました。新高根です。ください。少人数課でございます。
発車します。ご注意ください。次は柴山団地に入り口、小さなお子様からご年配の方まで丁寧に診察いたします。歯周病ケア、口腔ケアでお口の健康をサポートする柴山デンタルクリニック前、柴山団地に入り口、交通事故でお悩みの方は何でもご相談ください。健やか接骨院、脳梗塞リハビリステーション船橋前でございます。事故防止のため走行中お立ちの方は必ず手すり、つり革などにおつかまりください。次に止まります。大井の方はバスが停留所に止まってから出口にお進みください。出口は前です。ありがとうございました。芝居も探知入口です。失礼します。次はおじかの、おじかのでございます。
東船橋三丁目、東船橋三丁目でございます。時間調整いたします。一旦停車をします。端までお待ちください。注意ください。はい、お待たせしました。発車をします。ご注意ください。このバスは船橋駅行きです。東船橋駅には入りません。次は東船橋駅入り口。東船橋駅入り口。平日夜8時まで受付。各地保険取り扱い、東船橋北川接骨院前でございます。身近な症状でお悩みの方、MRI 即日検査
検査も可能な船橋夏海の森クリニックはこちらの次は天沼でございます。目のお悩みなら北口十字路そば斉藤眼科へ。白内障手術、レーザー治療、緑内障診療など実績豊富な斉藤眼科はこちらです。ここで心の一休み。インマヌエルキリスト教会コミュニティチャペルはこちらが便利です。夢の志望校合格へ。完全1対1進学個別指導塾トーマス船橋校は船橋駅北口徒歩3分です。船橋警察署からのお願いです。交差点での交通事故が多発しています。車を運転するときは信号を守り必ず一時停止をして安全確認をしましょう。終点の船橋駅北口に間もなく到着でございます。降りなさい、バス車内お忘れ物なさいませんようご注意ください。新京成バスご利用いただきましてありがとうございました。降りなさい、ドアが開いてから出口へお進みいただきますよう車内事故防止ご協力お願いいたします。終点の船橋駅に間もなく到着いたします。
終点でございます。ご乗車ありがとうございます。
7%